うむ、よくぞ来たマスター。バレンタインである。分かっている、分かっている。今回のはすごいのだぞ。世の才能に驚き、存分に感動してほしい。ん？チョコより？寮の服装が気になると？嬉しいことを言ってくれるではないか。せっかくの行事でな、サンマードレス風に優雅、清楚、しかしてローマに決めてみた。たまには髪を下ろすのも新鮮であろう。バカンスだけの自然体というやつだ。しかし、今日の本題は世ではなかったな。その賛美だけ心に留めておこう。では、ご本！いよいよ、本年度のびっくりドッキリチョコ！この日のためにデザインを起こし、素材を集め、腕によりをかけた奇跡の一品！天井の芸術、コロッサス級のチョコレートお披露目なーる！その通りだ。ヴィーナスといえば薄着、薄着といえばヴィーナスだからな。いつか真意を借りてまで挑むほどの敵が現れた時はこのような姿になりたいものだ。要は戦の神も全能の神も好かぬ。愛の女神、美の女神こそ世の守護神であってほしい。そんな願いを込めてデザインしたものだが、まあ貝殻のビキニはさすがに世もちょっと攻めすぎだと思うので自粛した。ともあれ、もったいないと思うのは当然だが、遠慮なく口にするがよい。世もちょっと恥ずかしいが、そこはそれ、バレンタインにはドキドキが必要なのだろう。何、そのチョコは表面だけのもの。何を隠そう、チョコの下は黄金の世の像である。味は極上、飾れば至高、思い出は虹のごとしとな。夏の催し、実に楽しかったぞマスター。